はようございます。もうお昼ですけど、今日はランチ。今日はもうこのフッサ最終日なので、フッサのね、石川酒造の小屋でランチを食べて、まあなんか近くの美味しいお店を食べてランチ終わろうかなと思います。まずはフッサの、これ行ったことなかったのね、意外とね、ビール小屋。なんせ高級なので、僕らの食べたいなと思ったパスタが1600円だったりとかしてね、これから歩いて行きたいと思います。西川酒造はテーマパークだからね。見事な富士です。画角にこだわる女流写真家全然よ、綺麗だな、綺麗、綺麗、本当に下に行くとね、こんな会社ですね。会を提供。あ、ちょうどすいません、撮影してきますか。おはようございます。こんにちは、お久しぶりです。ご無沙汰して、ちょうどお会いできたらいいなと思って歩いてきたら、まさに真っ直面から実は今月いっぱいで福島の方に移住することになって、浪江っていうね、ところなんですよ。浜通りの方に。そうです。あ、すいません、ごめんなさい。ちょっとなんか、番組、生放送の番組もだから、そうなんですよ。彼女たちよりも香りの番組がね、そう、東京ベースのコーナーでお世話になりますから、ありがとうございます。はい、じゃあご飯いただきます。あ、そうですね、で太郎社長もお元気でどうぞ、はい、ありがとうございます。お世話になりました。失礼します。失礼します。あ、そっか、ここも上手だ。あ、すごいにぎわってる。すごい、モニターが入ってる。いや、もちろん、全然見てる。こんなメニューです。これ美味しそうでしょ。エビとウニのこの組み合わせ。これとピザを頼んで分かち合うような感じとかいいかもしれないね。ちょっとずつ。ランチにすることにしました。パスタとピザを頼んで、ね、分かち合おうかという感じです。外に行くのを外にしましたよ。外にすごい気持ちがいい。すごい混んでますよね。安いのかな。
ピザが参りました。マルゲリータです。美味しそうだね。美味しそうだね。私の好きなバジル、ね、僕の苦手なバジルがたっぷり。いただきましょう、いただきましょう。いただきます。もう本当に葉っぱのバジルがいっぱい贅沢に使われててね、とっても美味しい。もうチーズもふくよかでね、とっても美味しいピザだね。ピザだね、よかったね。ペコチーノ、エビとウニ、ウニのトマトソース、トマトクリームソース、これまた美味しいですね。完食。美味しかったね。こんなに美味しいんだったら本当にもうなんかご褒美の時にね、もっと来れば、もっと来ればよかったね。近いとね、いつでも行けるかなって思っちゃうのよ。そう、このウニとエビのクリームパスタ的なやつ、甘さソース、ね、美味しかったね。このピザマルゲリータも、すごいしっかり生のトマトの味がしてさ、これ香りダメかなと思ったら美味しいって言うんですよ。美味しかった。あれはピザが好き、トマトが好きな人の感想ですよ。トマト苦手なんですけど美味しかった。もうダメですよ。このトマトトマトしたピザ美味しいって食べたらトマト苦手とか言えないですよ。いや、もうめっちゃ生のトマトの味じゃないですか。美味しかった。私トマト好きかも。勝手だね。高いもの食うと食えるんだね。不思議だね。不思議だね。でもみんな食材がいい食材だなって感じするよね、うん、どれもエビだけ食べても、ね、すごい美味しいもんね。今日はこの太郎桜を見ながらもちょっとね、もう枯れてまだ鼻ついてるね。ね、下には花びらがいっぱい散ってますよ。うん、この石川酒造も。さっきね、太郎社長会えてよかったね。会えなかったら会社に預けて、ステッカーを預けていこうって言ったんだけど、あんな急にステッカー預けられても知らない人はね、そうだね、何このイラストって思ったんですよ。いや、会えてよかったですよ。いろいろお世話になったし。月光団ではね、スポンサーになっていただいたり、そうですかね、東京ブリーフとか CM 作ったのでいい思い出でしたね。そんな今日はフッサファイナルランチ、最後のランチをフッサのビール小屋でのフッサファイナルランチでございました。ごちそうさまでした。ここに来て初めて、あ、このしばら360号もフッサ名物って言ってもいいですけど、この石川八八郎さんね、名前を継ぐっていう制度に乗ってる人初めて見た。襲名する人がね、ね、それあと自分の名前のついた桜があるっていう人も初めて見ましたよ。今日いろいろ本当にお世話になった石川酒造でファイナルランチが食べられて、あ、こっちも。今日はお休みなのかな。淡水が天気予報。営業中に酒せら、ここも売店ですね。ここでいつも東京ブルースとか玉自慢とか仕入れてました。フッサベーシックス、このまた桜がね、見どこでね、ご神木って感じだよね。これホームページもあるし、いろんなところで YouTube、テレビにもよくね出たり、この間もテレビでフッサって必ず映るのかな。 YouTube でもよく登場するので、よろしかったらぜひ遊びに来てみてください。フッサ名物石川酒造でございました。お世話になりました。元フッサベースボックスもあった
こっちです。マルちゃんがあるからといってうちの車ではありません。大家さんってね、大家さんって勝手にみんなマルちゃんにしたらダメですよ。ここがフッサベースボックス駐車場でしたね。そうだね、でそこが店舗でした。火事で全焼になるってことも、こういうことなんですね。空っぽになっております。ねえ、ほんといろんな人がここで訪ねてきてくれて、でもそれを思うと小倉さんのねお店なんてもう20年ここでいろんな人が出迎えて営業してたわけですから、戻れるというね、早くね、ハッピーカンパニーだけでも、僕らちょっと福島の方に移動しちゃいますけど、またハッピーカンパニーがここに戻ってきた際にはぜひ皆さん福島スクナバ279遊びに来ていただければと思います。思います。そうだね、ピカヤというお店に来ました。あのお店の常連だったのは奥さんのお塩さんでやってるお店でね、そしたらファイナル晩ご飯にふさわしいんではないかと言ってみたいと思います。来てまだ僕がやりきっていないこと、飛行機の離着陸を見ていない。あんなにたくさん飛行機が飛んでいるのに毎日ね、散歩なんか行って、飛行機が今あそこを飛ぼうとしてる。あ、着陸はあれ、あ、飛ぶの飛ぶみたい。飛んだすごい、見られた、離陸が見られました。飛びます。最後の夜とうとう飛行機の離着陸が間近で見られました。